どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東北ブロックの6件ありますね。そちらの2020年度の問い101から110までの過去問の解説を始めていきたいと思います。はい、過去問についてはですね、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。はい、それでは早速始めていきましょう。問い101番です。はい、ここからはですね、第5章の内容となりますね。医薬品、それでは101番ですね。医薬品、医療機器等安全性情報に関する以下の記述の整合について、正しい組み合わせはどれかというところで、はい、答えは5番が正解となります。A は正解ですね。そして B。厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページへ、掲載されるが、行政機関ではない医学、薬学関係の専門誌には、転載されないよと書いてありますけど、されますので B は誤りですね。そして C、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が配信する医薬品医療機器情報配信サービスは、医療関係者のみが利用できるとありますけど、のみではなく誰でも見ることができますので、 C 誤り、そして D は正解なので5番が正解となりました。はい、それでは102番ですね。次の記述は一般用医薬品の添付文書に関するものである、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A は正解、そして B ですね。製品の特徴は、その製品の概要を正しく説明することを目的として、必要な情報が専門的な表現で違いますね。一般の人にも分かりやすくなっておりますので、B は誤りです。そして C ですね。添付文書の内容は、医薬品の有効性、安全性などに係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、1年に1回の改訂が義務付けられているなことはございません。改訂が必要な時にはですね、その必要に応じて随時改訂が行われますので、1年に1回定期的ではありません。なので C は誤りでした。ということで答えは2番が正解ですね。はい、では次、問い103番です。一般用医薬品の添付文書のしてはいけないことの、項目中に、次の診断を受けた人と記載されている、基礎疾患などと主な、成分の薬効群の組み合わせのうち、誤ってるものはどれでしょうかという問題ですね。はい、答えはですね、2番が誤っております。はい、このようにですね、第3章に関係するところの問題がですね、結構難しいですよね。はい、じゃあ2番何が違うのかということで、透析療法を受けている人、芍薬、甘草等となっておりますけど、透析療法を受けている人に関しては、例えば何ですかね、あれですよね、アルミニウム製剤とかね、そういったものが該当してきますよね。はい、あとはですね、芍薬甘草等は、これはですね、例えば基礎疾患などとかっていうところで考えていきますと、芍薬甘草等は心臓病の人とかね、そういった基礎疾患を持ってる人とかね、そのようなところが、出てきますので、ぜひぜひ押さえておいていただきたいと思います。大丈夫でしょうか。はい、ということで問い103番は2番が誤っているものとなりました。はい、では次行きましょう。問い104番です。以下の医薬品の副作用情報等の収集に関する記述について、括弧内にいるべき正しい、軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解ですね。はい、特にここ5年10年というところで、そのようなところですね、結構間違いやすいね、こう年数が入っておりますので、間違いないようにしておきましょうね。そして、最新査制度なのかとかね、そういった言葉もですね出てきておりましたので、ぜひぜひテキストなどで確認していきましょう。はい、ということで104番は5番が正解でした。では次、105番です。一般用医薬品の製品表示に関する以下の記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、105は答えは5番が正解でしたね。はい、 A、B、C、D 全部正解なんですけど、特に気をつけなくちゃいけないところはですね、 B、
適切な保存条件のもとで製造後3年を超えてというところの3年ね、他の数字で引っ掛けてきます。ね、それから正常及び品質が安定であることが確認されている医薬品においては安定なのか安定じゃないのかというところもですね、重要となりますので、特にこのあたりはですね、第4章でも出てきますので気をつけておきましょう。はい、それから C のエアゾール製品高圧ガス保安法は高温に注意とありますけど、ここたまに高圧に注意って引っ掛けてきますので気をつけておいてくださいね。はい、それから D の1回服用量中 0.1ml を超えるというところの 0.1ml 他の数字で引っ掛けてくることもありますので、こういった数字追っておきましょう。はい、ということで105番は5番が正解となりました。はい、では次106番です。次の記述は医薬品の適正使用情報等に関するものである、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、答えは4番が正解となります。 A 違いますね、緊急安全性情報は医薬品医療機器または再生用途製品について緊急かつ重大な注意喚起とかって書いてありますけど、まあこのあたりは大事ですね。そして後半ですね、厚生労働省または独立行政法人医薬品医療機器総合機構が作成し配布しておりますよと言っておりますけど、この緊急安全性情報は厚生労働省、それから、総合機構が作成しているよと違いますよね。この緊急安全性情報に関しては、その製品を作っている企業が作っておりますので、ここね、よく引っかかりますので気をつけておきましょう。誤りです。それから B ですね。安全性速報はイエローレターとも呼ばれておりませんね。イエローレターは先ほどやった緊急安全性情報でしたので、安全性速報はブルーレターでしたね。はい、ということで B 誤り。なので、4番の C と D が正解となりました。はい、では次107番です。はい、一般用医薬品の添付文書の相談することの項目に、項目中にですね、次の診断を受けた人と記載される基礎疾患等と主な成分薬効分等の組み合わせの整合について正しいものはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解ですね。はい、A、B、D は正解で、C、転換とそれからサリチルアミド、こちらいますね。例えば転換どんなものがあるのかというところで、前のホワイトボードを見ていきますと、例えば、転換はですね、どんな薬効成分なのかというと、例えば、ジプロフィリンとかですね。ジプロフィリンですね。はい、これ、キサンチン系のものとしてね、こう、カフェインの仲間でしたよね。はい、そんなところ、押さえておいてもらえればと思います。はい、それから、サリチルアミドはですね、これ、例えばどんな基礎疾患かというと、サリチルアミドはですね、例えば、胃とか、そして、十二指腸。十二指腸潰瘍ですね、はい、ごめんなさい、ちょっと時間かかってごめんなさいね、潰瘍、はい、十二指腸潰瘍とかの基礎疾患を持っている人はですね、気をつけなくちゃいけないのがありましたね。はい、なので、ここのところですね、サリチルアミド、解熱鎮痛薬でしたね。はい、なので語尾がなんとかアミドって通言ってるやつもね、特にね、気をつけなくちゃいけないことは他にもありましたよね。はい、ということで、そのようなところではこの C が誤っている内容となります。はい、ということで問い107番は3番が正解となりました。はい、では次問い1081番です。次の成分のうち、その成分を主な成分とする一般用医薬品の添付文書の相談することの項目に、次の診断を受けた人として、肝臓病と記載されているものとして、誤っているものはどれでしょうかということで、難しいですね。これ難しいと思いますよ。難しいです。はい、こちら答えは、4番のアスコルビン酸が該当してきます。ビタミン C ですね。で、その他のサントニーブプロフェン、アセトアミノフェン、これ肝臓病というところで、相談することという内容となりますので、これはですね、ちょっと大変なんですけど、頑張って覚えていきましょうね。はい、ということで、問い108は4番が誤っている内容となりました。はい、では次行きましょう。問い109番です。次の1から5で示される成分のうち、その成分を主な成分とする一般用医薬品の添付文書のしてはいけないことの項目に、次の人は使用しないこととして、本剤または本剤の成分
の、鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人というところで、鶏卵ピピーンと来てください。はい、ということで、109番答えは、1番、リゾチーム塩酸塩ですね。はい、ということで、鶏卵と来たらもうリゾチームみたいな感じで、もう反射神経でパパンといけるようにね、していただきたいと思います。で、あとは2番の、ね、タンニン酸アルブミン、これもよく間違いますよね。タンニン酸アルブミンは、牛乳アレルギーの人でしたよね。はい、ということで、そんなところですね。間違いやすいので気をつけておきましょう。ということで、問い109は1番が正解となりました。はい、そして最後です。問い110番です。一般用医薬品の添付文書における使用上の注意の記載に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えは4番が正解となります。A、B、C ですね。は正解ですね。そして D、これ、難しいです。うわーという問題出てきちゃいました。何かというと、ピレンゼピン塩酸塩水和物は眠気を生じさせることがあるため、服用後乗り物または機械の運転操作をしないこととされている。はい、ここ、眠気を生じさせることがあるためというところが誤りになります。なんでと思いますけど、まずそもそも、前のホワイトボードにちょっと書かせていただきました。ピレンゼピンに関しては、これは抗コリン成分なんですよ。はい、なので、私受験対策講座のところではですね、抗コリン成分は、抗コリン作用がありますよ、それから中枢抑制作用がありますよ、だから眠気が出てきますよとかって話をしておりました。ただですね、実は抗コリン成分、眠気が出ないやつがたまにあるんですよ。そこはですね、実は、基本的なところ、要は、抗コリン成分、何言いたいかというとですね、抗コリン成分は、皆さん、抗コリン作用、それから中枢抑制作用、まずこの二つの作用を覚えていただければ、ほとんどは大丈夫です。ただ、ごく稀に、まあ、これ本当にごく稀なんですよ。ごく稀にのところで、その、抗コリン成分の中に中枢抑制作用がないものはどれだろうみたいなことが出てくることが、本当にごく稀にこれ出てきちゃいました。なので、ここ、そういった意味では難しいです。このピレンゼピン塩酸塩に関しては、眠気が出ないんですよ。なので、中枢抑制作用がないものなんだなというところですね、ぜひぜひプラスアルファで記憶しといていただきたいと思います。なので、この眠気というところは、ピレンゼピン塩酸塩はありませんので、ここ、気をつけといてください。ということで、ここ難しい問題でした。はい、ということで、問い110は4番が正解となりました。はい、ここまでですね、動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、試験情報だったりとか、あとは、質問などもお受けしたいと思っておりますので、ぜひぜひ、無料ですので、ご利用いただければと思います。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。